Let's
みんなのおかげだよ。 おとなしくしてな。
開始だ。テイ、無理は禁物だ。ありゃ、なんとかなったね。来はりましたな。あいつは、龍二はどこに行きやがった。あいつについて、良くない噂を聞いたぜ。エデンでハッカーを借りまくってるとか、何があったか直接聞きに来た。あいつの居所を教えな。じゃなきゃ逮捕すんぞ。こいつ、さっきからずっとこの調子や。話がややこしくなってかな。お前こそどこの誰だよ。警察の邪魔すると職質すんぞ。あー、嫌やわ。こんなとこで油売れるくらいに、東京のあっちこっちがえらいことになってるように見えるわ。いちいち嫌味な言い方しやがって。噂
わ。店では静かにして、おばさんたち。誰がおばさんだ。私じゃないよ、エリカが。なんだお前、可愛いもん連れたりくっつけたりしやがって。そのぬいぐるみどこで買ったんだ。こら、根掘り葉掘り聞かせてもらう。わけのわからん絡み方はやめなはれ。話がちーとも進まへん。これはリュウジの妹や。あいつの妹。アンさんときちんと話すのは初めてやな。このモブ顔から話は聞いてますやろ。リュウジを捕まえるのに協力してもらいます。分かってる、私も参加する。お兄ちゃんはこのまま。そりゃ話が早くて助かりますわ。おい、いまいちついていけねえんだろ。つまりお前らは。それなら私にも一枚かませな。うちは又吉さんからあいつのことを頼まれたんだ。あいつが自分を見失ってるんなら助けるのが私の役目だ。警察の助けなんかいりまへんわ。知り合いの知り合いは引っ込んでなはれ。これは身内だけの問題です。身内まさかお前刑事の。はあ、何キモい勘違いしてくれてますの。ハッカーチーム言う意味の身内や。わっちには言うご飯という心に決めたお人がおるんや。もう一度言うたらしば。誰がヤンキーだ。こら、紛らわしい言い方で。本当にこのメンバーでお兄ちゃんを追うのは不安しかないんだけど。わっちかて警察と組むのなんてごめんやけど、時間があらへん。足引っ張らんと約束するなら。誰が足引っ張るか。現役の刑事なめんなよ。計画の要はこっちでリュウジを捕まえることや。そのためにはまずエデンであの男を捕まえる。妹班にはバッチと一緒にエデンに行き、バッチがリュウジの足止めをしている間に、リュウジのログインスポットの位置情報を。アンさんがログインスポットを割り出したら、私とこいつでそれを受け取ってリュウジをとっちめるってわけだな。いいじゃねえか、任せな。これは二度と使えない計画や。必ずリュウジ。心配すんなよ。よっしゃ。おいお前、リュウジの射程は私の射程だ。面倒見てやっからよ。やれやれ、ほんにお上品な女子ですな。しかしアンさん、覚悟はええんか。兄さんと戦うことになるん。おばさんには関係ないよ。あのね、実はあれでとっても感謝してるの。協力してくれるって聞いてから、後でお礼しなきゃってずっと考えてたし。マムも。うぅ、面倒な女子ばっかりやな。